河井案里氏の当選無効に伴う参院広島の再選挙、大規模買収事件で浮き彫りとなった政治と金の問題をめぐり、与野党が真っ向から激突、激しい戦いとなりました。自民党を変えるためのチャンス、その、チャンスも私にください。この思いを、この気持ちをなかったことにすることはできないって、自分の気持ちを奮い立たせました。頑張ろう。自民党の新人で公明党が推薦する西田英則候補、一方立憲民主党、国民民主党、社民党が推薦する諸派新人宮口春子候補による事実上の一騎打ちとなりました。お金を使って議席を取ろうとした、こういう違反をしたんです。皆さんが不正に関わったわけでもない、皆さんは被害者なんだと。今回同時に行われた参議院長野補欠選挙、広島再選挙、衆議院北海道2区補選は次期衆院選の前哨戦とも言われています。応援のため2度広島入りした小沢氏は、野党は全部勝てや、菅内閣自民党はね、これを持たない。広島の岸田さんが上がってはいるけど、ここで負けるようじゃとてもとても後継者にはなりえないし。宮口氏は福山市出身のフリーアナウンサー、3人の子育てをするシングルマザーでもあります。金権政治はもうダメだと、この広島から政治を変えていきましょう。政治と金の問題を追い風に波に乗る野党、一方厳しい戦いを強いられている自民党は、2年前、選ばれた参議院議員が事件を起こし、そして失職をしてしまった、心からこのお詫びを申し上げなければなりません。本当に申し訳ございませんでした。謝らなくていいよ、西田さんは。自民党の新人、元経産省官僚の西田英則候補、逆風の中、選挙終盤には身内への批判を展開。たくさんのご批判、ご指摘をいただきました。でもそのご批判、怒り、私も同じであります。勝たせてください。17日間の激戦は与党の敗北で幕を閉じる結果です。藤川さん、お伺いしますけれども、この広島の選挙区、広島といえば自民党がもともと強いというふうに言われているところですし、公明党もこれだけ応援をした、その広島でも負けたっていうのは、この自民党内の受け止めはどうでしょうか。そうですね、まずですね、その自民党とともに選挙と戦った公明党からはですね、そもそもその自民党の不祥事でハンデのある選挙だったと、その中で先ほど VTR にも出ていましたが、岸田前政調会長がそのポスト菅としての真価を問われる選挙だという位置づけだったためにですね、自民党の中がその岸田派任せになっていて、自民党が一枚岩になりきれてないんじゃないかという指摘が出ていたんですね。でそれでもその自民党の中ではその保守地盤が強かったので、なんとか勝てるだろうという甘い見方があったんじゃないかと。今回その負けたことで自民党の中が引き締まるのではないかという見方が公明党の側からは出ています。で一方の自民党の内部なんですけれども、このままですと菅総理で総選挙を戦えるのかというような不満や不安というのはもちろん出てくるとは思うんですが、それが直ちに菅おろしのような政局につながるかというと、そうとも言い切れないんですね。そうですか。
と言いますのはですね、自民党のちょっとベテラン議員に話を聞いてみたんですけれども、はい、今このコロナ対策が大変な時に党内で政局を起こすとですね、それが国民から内輪もめと見られてしまって、うんうん、非常にその見放されてしまうと、麻生政権の時の二の舞になってしまうと、うん、そのリーマンショックで対応が遅れて解散がなかなかできなくて支持率がものすごく下がったという、うん、あの時に比べると今それほど支持率が悪くないので、ごたごたを起こすとそれが返ってきちゃうと。そうですね、あ、解散総選挙はどう。そうですね、さすがに今選挙をしたくないという気持ち党内充満していると思いますので、早期解散は厳しい状況、うん、そしてまあオリンピックの後が望ましいという雰囲気が広がると思いますね。なるほど。